では両チームの今日のスタメンを予想フォーメーションでご紹介します。まずはホームのジェフユナイテッド千葉、こちら連戦ですけれどもメンバー変えませんでした。ゴールキーパー新井翔太、ディフェンスは4バック右から西久保、新井一輝、鈴木大輔、日高、ダブルボランチは小林と三木、そして2列目右から田中、風間、そして椿、ワントップにブアニカという形です。一方のアウェイチーム清水エスパルスの今日のスタメンです。こちらは2名変えてきました。ゴールキーパーは権田です。ディフェンスは4バック右から北爪、井林、鈴木、吉田、ダブルボランチはホナウドと宮本、2列目今日は右のワイドに西澤、左のワイド神谷と予想しました。トップ下乾、そしてワントップチアゴ・サンタナという形です。そして一度下げてグランダーで通していきます。乾から右のアウトで出しました。さあ上がってきた吉田、吉田のクロスファーへ流れていく、ヘディングシュート、後ろから入っていきました西澤。まあ、ここまでは意図を持った攻撃の形を披露しています乾。中盤ここは三木がつないでいきますが、このボールをいい出足でカットをしました。さあここからチアゴ・サンタナ、サンタナ狙ってきました。まあ、今宮本のいい出足のインターセプトからスタートをしました。深さを取っていきます。さあここは神谷、神谷、西久保に当たったセカンド、チアゴ・サンタナ逆サイドから来た。乾のシュートでしたけれども、なんとかかき出します。少し神谷の動きにつられて西久保がついていったんですよ、はい、だからディフェンスラインが揃ったんですけども、そこでギャップが生まれたんですよね。乾が落としたボール、小林拾ってうまくつながった。さあここは風間チャンス、自分で行っていいですよ。さあそのまま行って右のワイドの田中を選択、鈴木がよく送らせました。で後ろから入ってくる小林大で椿のシュート、ブアニカに当たりましたけれども、最終的にクリアをしています。清水、しかしまあやっぱり軸となる乾であったりとか、そこに入った時の連動性。さあここは北田が入ってきた、えぐってくる、チアゴ・サンタナヘッドだ、左へ流れた。ここいい突破で背後を取り、クロスマイナス気味だったんですけど、ディフェンスの足に当たって浮いたボールがちょうどサンタナのヘディングできる位置に来たので、叩きつけましたけれども、おっとさあここも奪ったブアニカ、さらに風間、時間を作った、そして椿のシュート、右に流れた。米倉は今日が35歳の誕生日、どうだ、左の裏抜けていきました、中山決定機でした。いや、背後を取るタイミングもそうですけれども、それをうまく見ていた。最初の立ち位置的にワイドから少し絞った位置で中山余っていて、で北爪がワイドを取っているというそのさあここはそのまま日高が持っていく、日高ドリブルで時間を作る、後ろから入ってくる三木引きつけて熊谷アンドリュー、中山の右足ニヤに来る、ヘッド流れた、井林でした。かなり激しいマッチアップを見せています。さあそこにボールが来ますけれども、バウンドをしたヘッド、鈴木大輔、ずっと来た、なんとなんと決めたのはクラブのバンディエラ、35歳米倉、ハッピーバースデー35歳。いやー、アクロバティックなシュートにはなりましたけれども、ここまでなかなかフィニッシュまで持っていけなかったこのロングスロー、まあ、清水が唯一見せたこのゲームで好きと言ってもいいかもしれません。バウンドさせましたよね。そうですね、吉田が入れる、北側に対して2人で囲んでいく、そして切っていく、ここで試合終了の笛、35歳、米倉のゴールが決勝弾、ゼフユナイテッド千葉、まさにビンバイオールで勝ち取った勝利、今シーズン初の連勝を飾りました。